お兄ちゃん起きてるごめんねこんな時間に今日のこと謝っておこうと思ってどうしても外せない用事があったから小石お兄ちゃんに美味しいご飯作ってあげられなくて本当にごめんねううん気にするよだってお兄ちゃんいつも小石の手作りご飯楽しみにしてくれるもん作り置きも考えたんだけどお兄ちゃんにはやっぱり作りたてのご飯食べてもらいたかったから でも大丈夫。明日からはちゃんと作るからね。別にこうし、無意識にお兄ちゃんのこと嫌いになったとか、そういうのじゃないから、本当だよ。どっちかって言うと。あ <laughs> うん何でもない。何でもないよ。本当になんでもないから、無意識無意識。ああ、そうだ。お昼のお弁当はどうだったいつもと味付けを変えてみたんだけど。<laughs> そっか、よかった。 口に合わなかったらどうしようかと思ったけど、これで一安心だよ。もう、そんなの気にしなくていいよ。お兄ちゃんと私の間なんだから、ね。料理とか洗濯とか、井戸の解放とか、私の取り柄ってそれくらいしかないし、それにお兄ちゃんっていつも私の料理を美味しそうに食べてくれるんだもん。私だって頑張っちゃうよ。ところで、お兄ちゃん、さっき洗濯しようと思って見つけたんだけど、 このハンカチ、お兄ちゃんのじゃないよね。ああ、わかったお食うのだよね。匂いでわかるもん。それで、お兄ちゃんがどうして持ってるのえお兄ちゃん怪我したのメルトダウンそれで、怪我や放射能は大丈夫なのうん。ああ。うん。そっか。大したことなくてよかった。 のハンカチについてたちお兄ちゃんのだったんだちょっともったいないことしたなこんなことなら血のついたとこだけ切り取っておけばよかったうわうなん何でもないよただの独り言だからそういえばお兄ちゃん最近帰りが遅いよね図書室で勉強あああのおとなしそうなクラスメートの人でしょ知ってる っていうか、悟りお姉ちゃんだよね。でも、お姉ちゃんっておとなしいっていうよりは暗いよね。あんな人と話してたら、お兄ちゃんまで暗い性格になっちゃうよ。心も読まれちゃうし、トラウマ作られちゃうかも。お兄ちゃん、昔は私の話ちゃんと聞いてたのに、最近は聞いてくれないよね。それに、私とも遊んでくれなくなったし。 学校に行くのも、奥と一緒に行こうって言うし。ハ <laughs> ンドカラスどうせお兄ちゃんのことなんか何もわかってないんだから鳥頭なんだからお兄ちゃんのことを一番よく分かってるのは私なの他の誰でもない私 <laughs> ごめん、となっちゃって。お兄ちゃんがそういうところで鈍いのは昔からだもんね。分かってるよ。第三の目を閉じても、それはわかるよ。 それよりお兄ちゃん、今日の晩ご飯どうしたのそっか、外食したんだ。お金渡しておけばよかったね。それで、一人でご飯食べに行ったのふーん、一人でご飯食べに行ったんだ。<laughs> やっぱりあの泥棒猫の匂いがする、お兄ちゃんの嘘つきねえ。 どうしてそんな嘘つくのお兄ちゃん、今まで私に嘘ついたことなかったのにそっか、やっぱりお兄のご飯食べたんだ。へぇ、手料理食べさせてもらったんだ。それはよかったねー。ねお兄ちゃんは優しくて、かっこよくて、でもちょっと雰囲気に流されやすいのは分かってた。でも、お兄ちゃんはいつか、 私の気持ちを分かってくれるって思ってた。ずっと我慢してたんだよそれなのに、私に隠れて浮きってどういうことやっぱり、ジレーデンの他のメンバーがいけないのね。体が勝手にとか言ってお兄ちゃんにすり寄ってくるけど、結局は赤の他人じゃない恋しいかじゃないあんな奴らに、お兄ちゃんは渡さない。渡すもんですか。 たとえご先祖様になって枕元に相立ちされても、また始末すればいいんだもんね。えどういう意味って、そのままの意味に決まってるじゃない。お兄ちゃんにすり寄ってくる意地汚い女どもは、もうみんなこの世にいないのよ。ほら、私の大さんの目、嗅いでみて。ちゃんと綺麗にしたから、あいつらの匂い、全然しないでしょ ああそうよ。今日お兄ちゃんの晩ご飯を作れなかったのは邪魔な女どもを片付けてきたから。だって、お兄ちゃんにはあんなのいらないもん。お兄ちゃんのそばにあんな奴らがいたらお兄ちゃんが腐っちゃうわ。お兄ちゃんを守れるのは私だけ。お兄ちゃんは私だけ見てればいいの。それが最高の幸せだから。どうしてどうしてそんなこと言うの お兄ちゃんはそんなこと言わない私を傷つけることなんて絶対に言わないもんそんなのお兄ちゃんじゃないああ、そっか。おりんの料理食べたから体が毒されちゃったんだ。だったら早くそれを取り除かないと。ああ、でも料理を食べたってことは、口の中まであいつに毒されちゃってるんだよね。食堂も、胃の中も。 内臓がどんどんあいつにとされていくんだじゃあ私がきれいにしてあげないとねお兄ちゃんの井戸を解放しなきゃねうふふフふふふふふ